当たり前だ。どうなった？奴の内部に侵入した。本体はどこだ？ゼウスの因果要請と融合している以上、奴はマントラの制御中枢にいるに違いない。そしてそこにはミスラ様。ミスラがここにいるのか。そうだ、中枢へ向かうぞ。 中枢も近いはずだ。
愚かな者どもよ、真に戦うべき敵は人類を滅ぼそうとする星の意志だとなぜ理解する。分かっている、分かっているとも。だが俺は自らの心に従う。我は全人類の未来を背負いて神になりし者。我に歯向かうは大義への反逆。世界を危うくする汝ら、ここにて滅ぶべし。
気が済む。知れたこと、世界を救うまでよ。黙れ。全ての鳴き声は収まろう。それまでどう泣いていろというだけ。俺の思うままに全てを砕くか。だがそれで世界が救えるか。
その空を遥かに越えている。もはや抑えられぬか。ウルトランは目覚めた今、我らに抗う術はない。倒せば全てが終わるんだな。地に返さんとする星の意志の集合体、その力強大にして無変だから、どうした。待て、アスラ。ミスラ様のそばにいてやれ。俺には似合わん。バカ者が。アスラよ、なぜ我は敗れた。わからん。なるほど、貴様にもわからんか。ならば致し方なし。ミスラ様、ミスラ様。おじさま。ミスラ様、私にはおじさまなどと呼ばれる資格はありません。もういいんです。ミスラ様、お父様は？そこに、あなたを助けるために戦ったのです。しかし、やるべきことがまだ残っております。では、我らはこれより最後の戦いに赴きます。行くぞ。ああ。青二歳どもめ、何時らに世界を背負う覚悟はあるか。怒りに捧げる覚悟はあるか。
ゴーマの根源にして星の意志、ブリトラ。12000年以上前に現れたそれを遥かに凌駕する巨体アスラよ、その怒りで世界をねじ伏せろ。母なる星を越えてゆけ。